ソゴニューマテリアルギターズのくぼっちです。ノーベルバイトギタリスト沖曽城です。今回はサゴのコンセプトモデルの中でソニアっていうモデルがあるんですけど、3本用意したので聴き比べしていただこうかなと思います、はい、しかも今回は T シャツを着ていただいて。あ、そうなんですよ。なんでこんな、なんか同じなんですよこれでも。実はね、サゴで初めて作ったオリジナルのモデルがソニアで、はい、代表の高山がデザインしたんですけど、うん、コンセプトはサゴがストラットタイプを作ったらこういう風になりますよっていう、はいはいはい、なのでサゴの提案するストラットキャスタータイプ、まずマテリアルですね。ボディがサーマアルダで、指板材がローズ指板で、ネック材がハードメイプルですね。ソニアは日本人の体型にこうマッチしたシェイプにしたいっていうので、ストラットよりも若干ちっちゃいんですよ。で、体にフィットしやすいっていうのと、ピックアップの配列ですね、ストラットキャスターは3シングルなんですけど、シングルシングルハムバッカーで、また1個ポイントがこの真ん中のねピックアップがちょっと後ろなんですよ。そう、気になりました。気になるでしょ。気になる。まずストラットタイプのセンターのピックアップって単体じゃちょっと使いにくいっていうのが、はい、まあまあたまにもちろん好きな方もいるんですけど、単体じゃ使いにくいかなっていうのが思ってて、リアのシングルほどカリカリはせえへんけど、そのリアによってる固めのサウンドを表現するためにちょっとリアに寄せてます、うん、リア兼センターみたいな、はい、単体でも使いやすくして、で、ここの距離がめちゃくちゃ遠くなるんじゃないですか。そうですね。こうすることで2つのねハーフトーンの時に空間が生まれるんで、ちょっとエアー感のある、はい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 、ハーフトーンにっていうのと、リアってストラットタイプって斜めになってるじゃないですか。ちょっとカリッてしすぎかなっていうので、まあ、それも苦手な方も多かったりとか、でリアの方はハムバッカーを搭載することによってちょっとパワー感があるサウンド、ここの距離はすごい狭いんですけど、こっち側との そのエア感っていうのは少なくなるんですけど、リアハムの抜け感がよりこうはっきりしっかり抜けるように、ワンボリュームワントーンになってるんで、ストラットタイプを使う時にボリュームを結構触る方ってあの位置にあると使いやすいと思うんですけど、逆にコントロールあんまり触らへん方って邪魔っていう方が多いんですよ。まあそうです。手が当たっちゃってボリュームいじっちゃう、うん、それをなくするために距離が離れてますね、うん、っていう仕様になってます。なるほど。実際聞いてみてください。
かゆいところに手が届く設計っていうのがやっぱそのリアの例えば歪みだったりとかしたらカーボンネックのソニアになります。すごいよく曲がるプレートの上に音を乗っけたら飛んでいくみたいなポインっていう感じで、はいはい、なんかすごいストレートになんか音が鳴るなって、うん、めちゃくちゃ面白いですね。